小生にも守りたいお方がかつて一人だけおりました。しかしそのお方を信じられなくなったあの日から千年も続く後悔の日々は始まったのです。今でも繰り返し続く人間の心の闇の歴史、戦争に巻き込まれる人々、悲しみを負う人々、そして数数えきれぬ様々な諸行、それらすべての切なさの原因こそ他と信じ合えぬことにありました。たとえいくら裏切られようと、信じる限りこちらから敵対することなどなく、むしろ疑いを持たずにいられることこそが何より自身の幸せであること、それが愛なのだということ。あのお方が正しいかどうかなど問題ではなかった。信じることをやめた小生のこの行いこそ人の闇そのものだったのだ。